ハレルヤありがとうございます。ホサナ聖火隊の賛美、感謝いたします。また、今日ヘプシバ賛美チームの熱い賛美、心から感謝いたします。このように寒い日にも私たちの心を温かくしてくださいました。感謝します。もう1月の末であります。1ヶ月が経ちました。明日からはまた2月の始まりです。 このように早く時間が過ぎ去っているんですけれども2021年を始めて新しい決心をして歩んだと思うんですけれども1ヶ月経ってどのような実りを結んでいるでしょうか私たち今この教会でですね聖書の朗読をしようというキャンペーンを行っていますけれども 最後まで一生懸命聖書を読んでですねこの中に隠されている神様の御言葉を悟ることができるように、えー、継続して御言葉を、えー、読んでいただきたいと思いますまた神様の御言葉をしっかりと、えー、悟ってですね恵みを受ける時間を持っていただきたいと思います今日私はイザヤ63章七節から十節の御言葉を通して神様の苦痛という題名で御言葉を語りたいと思います 神様の苦痛という題名なんですけれども神様は苦痛を受ける方でしょうか悩みがあり苦しみがある方でしょうか神様は全知,全知全能の方であります全能である父なる神様が苦しみを受けられるでしょうかしかし聖書を見てみると神様も苦痛を受けると記録されています 例えば、映画、スーパーマン。スーパーマンはどうですか苦痛がありますか弱点はありますよね弱点があって、えー、弱くなることがあるんですけれども、もしもや弱点がなければどうでしょうか敵が、えー、スーパーマンをどうやって、えー、攻撃しますか スーパーマンがですね愛するその人を攻撃するのがその人そのスー,パーマンスーパーマンを攻撃する方法なんですね神様も同じように神様は全知全能な方であります苦しみや悲しみや悩み苦痛がないように思えるかもしれませんしかし私たちを愛しておられる神様がですね私たちサタンが私たちを攻撃するときにそれが神様の苦痛となるわけです 今日この神様の苦痛について見てみたいと思います。まず1つ目に、イエス・キリストは私たちの罪のために苦難を受けられました。よく知っておられる内容ですよねイ。イエス・キリストは私たちの罪のために苦難を受けられたわけです。私たちを救うために、イエス・キリストは人間の形をかたどってこの世に来られました。 そして十字架で私たちの罪をあがなってくださったわけです。そのため私たちが罪から許され、罪から解放されて、神様の御子として、子供として認められているわけです。イザヤ63章5節を見ると、イザヤ53章御節ですね、53章御節を見ると、彼は我々の咎のために傷つけられ、我々の不義のために砕かれたと。 彼は自ら懲らしめを受けて我々,を我々に平安を与え、その打たれた傷によって我々は癒されたと語っています。イザヤ53章5節です。イエス・キリストが鞭打たれたことによって私たちが救われたわけです。ローマ6章, 6, 6章23節を見ても、確かに神様は罪の対価、罪の結果は死であると語っています、ね。罪の支払う報酬は死だと語っています。 ですから、人間すべての人は死ななければいけません。しかし、罪のない神の子であるイエス・キリストはこの世に来られて、私たちの代わりにその罪を許されたということ、十字架につけられることによって私たちに救いを与えてくださったわけです。ですから、このイエス・キリストの苦難というものは私たちの罪のためであるということを悟らなければいけません。 イエス・キリストが十字架にかけられる前に、旧約にも神様の苦痛があると聖書では記録されています。大きな2番目に、イスラエルの反逆が神様の苦痛でした。イスラエルのの反逆が神様の苦痛でしたもしも、両親がです、ね、子供を愛して、 その愛によって育てたとしてみてください。しかし、その子供がですね母親、父親に逆らって家から出ていたと思ってみてください。心は砕かれますよね。いくらその間違った行いをする子供であるとしても、子供が出ていたからもうせいぜいだと。 よかったと思う人は誰かいるでしょう。あんな息子いない方がいいと。言いながらも心の中では悲しいわけですよね。同じように父なる神様はどうでしょうかいざや一章二節から三節を見ると、神様がこのように語られました。天意を聞け、血を耳を傾け。 神様がですね、とても苦しいから、天と地に向かってですね、語っておられるわけです。天を聞け、地を耳を傾けよう。主が次のように語られたから、私は子を養い育てた。しかし彼らは私に背いたと語っています。また、牛はその飼い主を知り、ロバはその主人のマグサオケを知ると。 しかし、イスラエルは知らず、我が民は悟らないと、神様は悲しんでおられますね。子供を養い育てたと語っています。イスラエルの人々、を神様が、神の子として養って、愛によって育てたわけです。一生懸命育てたにもかかわらず、彼らは神様にえ背いて、神の民として、愛まずにえ出ていたと。 語っているわけですねですから旧約の歴史を見るとこの4000年の歴史を見ても、えー、継続してイスラエルの民はですね神様を背いて欺いて神様から離れていくことを記録していますまた戻ってきてまた逆らってまた戻って逆らってを反復するわけです詩幣78編41節から を見てもです、ね、40節4十節を見ると、生きたび彼らは野で神に背き、荒野で神を悲しませたことがあろうかと。彼らは重ね重ね神を試み、イスラエルの聖者を怒らせたと、紙、え、幣、ー、78十八ジ40節に記録されています。旧約のこの4000年の歴史をだけではなく、荒野の40年のこのイスラエルの民の暮らしを見ながらですね、 彼らがどのような愛みをしたのか、どのようにして神様を悲しませたのかを考えなさいと記録しているわけですね。このように反復して語る、反復して行う父なる神様の、その神を見た父なる神様の心はどうでしょうかいつも逆らって、いつもそ向、えー、かう、 子供たちが出ていったからもう気分がいいとそうやって思うわけではないわけです。法と息子のことを考えてみてください。ルカによる福音書15章に記録されていますよね。法と息子、大金持ちの子供であります。そしてその遺産をですねべて受け取りました。そして家から出て行ってえ自分勝手に暮らしてそしてすべて使い果たして。 その獣と共にですね、寝ながら、暮らしながら、またもう一度父に帰ろうと、そうやって考えるわけです。しかしその時ルカ15章20節を見ると、まだ遠く離れていたのにと書いてありますね。まだ遠く離れていたのに、父がですね、その彼の姿を見て、出ていて、走っていて、 えー、その首を抱いて接吻したと語っています。許そうかどうしようかとそういう考えをするのではないんですね。すぐ走り寄って、一生懸命走っていてですね、その自分の息子を抱いて涙を流しながら、えー、抱きしめたそういう内容を記録しています。これが父なる神様の心なんですね。段階も不従順し 逆らって家を出て行った子どもであるにもかかわらず神様は最後まで愛してくださったと悔い改めれば最後までまた受け入れてくださるその父の愛を示していますまた3つ目にイスラエルの観覧が神様の苦痛でしたイスラエルの観覧が神様の苦痛でありましたもう一度このとう息子の内容を見てみるとですね なぜこの宝刀息子が獣と一緒に暮らしていたんですか豚の食べるものを食べながらなぜそこに暮らしていたんですかそれは自分の罪のためですよね自分のせいでそのようになったわけです。しかし父なる神様の心はどうですかその獣と共に暮らしている息子のところに心があるわけですよね今日の本文を見ると、イザヤ63章9節を見ると。 彼らのすべての悩みの時、主も悩まれたと語っています。イザヤ63章9節を見ると、彼らのすべての悩みの時に主は共におられたと。一緒に悩まれたと語っています。なぜイスラエルの人々が苦難を受けているんですか観難を受けているんですかそれを見てみると、えー、最初まで登るわけですよね。アダムの堕落アダムの罪のためにこの地が。えー 呪いを受けけたわけですその時から人間の苦難、困難が始まったわけです。罪から始まったんですね。結局、私たちの苦痛、苦難、困難は罪から来るものであるということを語ることができます。罪というものが自分が間違ったからであるというだけでなくてですね、いくら自分がしなくても、この世の中の罪が,罪があり、この世の中が堕落しているために、 苦難と苦痛、困難がある私たちにもあるわけです。しかし、神様は、そのような困難の中でも、神様に祈り、叫び、求めればですね、その祈りに応えてくださる方であります。その祈りを聞いて、その人を救ってくださる約束を聖書では記録されているわけです。そして、救いてくださるならばどうですか救ってくださった時には感謝なんですけれども、また逆らって、 御言葉を忘れててまた苦難の中に入っていくわけですねそしてまた悔い改めて神様の許しを得てまた救いを受けてこれが獅子時代の歴史なんです獅子時代の悪循環の歴史が獅子時代だったんですけれども苦難の中にあれば悔い改めて神様に呼ばれた時に神様は救ってくださり許してくださり またその恵みを忘れて罪を犯します。そして裁,裁きを受けて、悔い改めてまた救われてと。その悪循環がですね、この人類の歴史の中で継続して行われているわけです。ですから、イスラエルの民もですね、神様の前に罪を犯して、犯して、 継続してそうやって犯していった時にどうなりましたか結局はパビロンに連れて行かれましたパビロンに行くまで神様は何回もですね我慢して我慢したわけですけれども結局言うことを聞かないからイスラエルの民をですね違法の国を通して裁かれたわけですしかしパビロンに送られる時に神様はただイスラエルの人々を一人でですね送らせたのではなくエゼキエル11章16節を見ると そ,のそれゆえ家えと。主なる神はこう言われる。たとえ私は彼らを遠く他国人の中に移し、国々の中に散らしても、彼らの行った国々で私はしばらく彼らの上に聖女となると語っています。彼らが違法人にですね、えー、捕まり、観難の中に入っていきましたけれども、その中でも神様は聖女になってくださったわけと。 神様が共におられたと語っています。捕虜としてパビロンに連れて行かれたときにも神様は共におられたわけです。そこで聖女となられて、酒どころとなられて、神様が共におられたわけです。また、出エジプト記3章7節を見ても、主が私はエジプトにいる私の民の悩みをつぶさに見、また、 追いつかう者の故のに彼らの叫ぶのを聞いたと語っています。私は彼らの苦しみを知っていると。神様は苦しみを知っておられる方であります。ここで知っているというのはヘブル語で嫌です。頭で知識で知っている,知ることではなく体験的に知っているということを表しています。直接体験したわけですね。神様が エジプトで苦難を受けておられるそのイスラエルの民の苦痛を知っておられたと体験的にですこの土エジプト紀3章7節の御言葉は神様がモーセを呼ばれた時に語られた御言葉ですモーセをですねイスラエルの民を救い出すためにモーセを選ばれましたその時にどうですか火の中で燃える火の中で呼ばれましたよね なぜその火の中から呼ばれたんですか聖書でエジプトはかまどの炎のようであと語っていますイ。イスラエルの人々がエジプトで受けたその苦痛をですね、かまどの炎のようであったと語っているわけです。その炎の中で呼ばれたんですけれども、その炎の中にですね神様が共におられるということを意味しています。モーセがその芝の中を見るとですね、 火が、芝は火に燃えているのにもかかわらず、その芝が焦げなかったと語っています。それはイスラエルの人々がエジプトで苦しい奴隷生活を行い、苦難を受けているけれども、しかし焦げることがないと、滅びることがないということを意味しています。決して滅ぶことはない、消滅することはないということを意味しているんですね。それは神様が共におられるからなんです。神様が保護してくださるからこそ、 その中でも、その苦難の中でも生き延びることができるわけです。このように神様は罪を犯したイスラエルの人々をその連達の火の中に入れられたわけです。罪を犯して言うことを聞かないからその炎の中に入れ,た入れられたわけですよね。しかしそれは訓練するためでした。じゃあエレミア9章 7節を見るとこう書いてますね。エリメア9章7節を見るとそれゆえ番組の書はこう言われる。見よ私は彼らを溶かし試みる。この他我が民をどうすることができようかと語っていますよね。悪を行ったからこそこそこの民をですね溶かして試みてどのようにしようかと語っています。 どうすることができようかと。これはあの方法、この方法、いろいろと試みたと語っているんですね。しかし、言葉に従わず、見言葉に従わず、いうことを聞かないから、その炎の中で訓練されると語っているわけです。その中でですね、その炎の中で神様が共におられるために滅びるのではなく、 新しいそういう暮らしへと連達されるわけですね。ですから、神様はイスラエルの罪のためにその苦痛の中に共におられたということを語っているわけです。神様も同じように彼らと共に苦痛を受けたわけです。イスラエルと共にですね。愛する皆さん、私たちはイエス・キリストを信じて、悔い改めて、 父なる神様の前に出ている者たちであります。ならば、私たちは本当に成熟した信徒として暮らさなければいけません。どのようにすれば父なる神様の心を良くすることはできるでしょうか最後の4番目に、私たちは3つの嘆きの声を聞かなければいけません。 父なる神様の心を悟るためには3つの嘆きの声を聞かなければいけませんローマ発祥を見るとこの世の中に3つの声があると嘆きがあると語っていますそれが宇宙万物の嘆きです宇宙万物が嘆いていると語っていますね2番目には人間の 嘆きがあります。人間も嘆くわけです。そして3つ目に、精霊の嘆きがあります。精霊なる神様が、私たちと共に嘆いておられるんですね。ですから私たちはその3つの嘆きの声を聞かなければいけません。そういう時に神様の御心を悟ることができるわけです。ローマ8章22節を見ると、 宇宙万物の嘆きが出てきます。ローマ発祥22節を見るとローマ発祥22節に、えー、被造物全体が今に至るまで共に埋めき共にな海の殺しみを苦しみを続けていると共に埋めて共に海の苦しみを続けていると語っていますね。今この前にある花のようにですね美しく咲いてはいますけれどもこの被造物も いいてているるわけですうめいているわけけでですすアダムが罪を犯したことによってこの地上のすべての土地が秘蔵物が、えー、呪いを受けたわけですそれでローマ発祥19節を見ると、えー、秘蔵物は実に切なる思いで神の子たちの出現を待ち望んでいると語っていますもともとこの創造の秩序というものを見ると神様は人をですね神の形にかたどって作られました そして王のような祭司として建てられたわけです。宇宙万物の全てを司るものとして、神様の代わりに収めるものとして私たちを作られたわけです。ですから、この非造物もですね、神様の形にかたどって作られた人間のその統治を受けることを望んでいるわけです。しかし、堕落したことによって、非造物よりももっと小さなものとなってしまったわけですよね。 ですから神様の心を持って歩んでいるこの秘蔵物をですね、しっかりとつかさどる子どもたちがないために、この秘蔵物も嘆いているわけです。ですから、この神の御子たちの子どもたちの栄光の出現、神の子たちの出現を待ち望んでいると語っているわけです。神の子たちがですね、早く現れることを望んでいると語っているんですね。 また2番目に人間の嘆,嘆きがあります人間の嘆きローマ8章23節を見るとそれだけでなく御霊の最初の身を持っている私たち自身も心の内でうめきながら小たる身分を授けられることすなわちか体のあがらわれることを待ち望んでいると語っています御霊を受けた精霊を受けた私たち一人一人がですね心の内で、えー いいてているるわけですいているわけけでですす私たちの体のです、ね、救いを求めているんですね。あがなわれることを待ち望んでいると語っています。信とはイエス・キリストを信じて悔い改めた者たちです。心の中では神様の御心が何なのか、神様はどのように私たちを、えー、救おうとされているのか、心は知っているわけです。しかし、この憎なる体はですね、言うことを聞かないんですね。 ですから嘆くわけです。だから、えー、体の救いを求めていると語っているんですね。永遠に、えー、生きていく、体として変わるということもありますけれども、これは神様の御心に従って、罪に打ち勝って歩む体として歩むことを求めていると、そう言いながら嘆いているんですね。ですから、 クリスチャンはですね、両、え、親、ー、があるならば必ずこのような嘆きを持たなければいけません。私たち最初からどうですか私は牧師です。私もシャワーしながらですね、私が牧師なのになぜこうなんなのかと、後悔することもあります。皆さんも同じでしょう。皆さんも後悔することが多くあります。すべての人はそうなんですね。しかしその 嘆きをも神様は聞いてその祈りを答えてくださる方であると。そして私たち自身一人一人がですね、嘆くだけではなく私たちの世の中を見ても周辺の世の中を見ても嘆いていると語っています。この世の中は罪によって満ちている地であります。苦しみがある土地であります。ですから私たちは。 嘆くわけですよね。埋めくわけです。今私たちが暮らしているこの世の中は、罪をと罪と言うことはできないような世の中に暮らしています。聖書で語っている罪をですね、この世の中では罪と定めることはできないような、そういう状況の中で私たちは暮らしているわけです。ですから、信徒はですね、嘆くわけですよね。そして3つ目に、精霊の嘆きがあると語っています。精霊の嘆き。 ローマ8章26節を見ると、そして人の心を探り知る方は、見たまの思うところが何であるかを知っておられる。なぜなら、見たまは生徒のために、神の見胸にかなう取りなしをしてくださるからであると語っています。感謝ですね。私たちがどのように祈るべきか、悔い改めるべきか。 どうやって神様の前に行くべきかを分からないときにです、ね、私たちの代わりに精霊が祈ってくださると語っています。鳥なしの祈りをしてくださると語っているわけです。どれほど感謝でしょうですから私たちもこの御霊の嘆きを私たちも聞かなければいけません。この嘆きという単語はですね、ヘブル語ギリシャ語でステナゾウという名前です名。単語なんですね、ステナゾウ。 このステナゾというのは悲しみが多くてですね言葉にできず自分の心の中で悩むことを意味していますステナゾステナゾもう辛い時苦しい時には祈りも出ませんよね苦難が来た時には私たちはとてもえ辛いわけです祈りにも祈りもできないわけですまた 苦難が続くとどうですか苦難が続いていくととても苦しく祈ることもできず疲れ果ててしまうわけです。しかしそういう時に精霊はですね休むことなく私たちの代わりにいつも取りなしの祈りをしてくださっているということを聖書は語っているわけです。それほど感謝でしょうか神様が私たちのために祈りその祈りを また聞いてくださるわけですこのように神様が私たちを守ってくださっているんですね。この精霊の嘆きというものは罪に対する嘆きだけではなく神様がこの罪の中に、えー、おられる神様が共にいるということを意味しています。私たちが苦しい時に 精霊様が私たちと共に投げてくださるわけです。私たちと共におられるという証なわけです。神様は私たちにあなたと共にいると語っておられます。アブラハムの子孫を必ず守られると約束されました。神様は一回約束されたことを必ずなされる方であります。ですから私たちのために祈ってくださり、私たちのために投げてくださることによって、 私たち自身も信仰をですね、えー、捨てることなく、神様の前にまた戻ってくることができるわけです。ですから、そのような精霊の、えー、体験があるならばですね、私たちはもう二度と、えー、過去に戻ってはいけません。精霊の埋めき、寄造物の埋めき、また私たち周辺にいる 隣人のうめきも聞かなけければいけません自分の苦しみ、自分の苦痛のために悩むだけではなく、私たちの周辺にいる苦しんでいる人たちのために一緒に悩む、そういう信徒とならなければいけないわけですね。そういう嘆きを聞きながら、私たちも精霊とともにその人たちのために取りなしの祈りをして、また慰めて、えー、あげる、そういうイエス・キリストの姿を持った。 信徒とならなければいけないことを意味していますそういう心を持って私たちはですね一生懸命暮らしていくべきであります聖霊様が私たちを慰めてくださるように私たちも多くの人を慰めていく神の御子として歩むものとなることを主の皆をもって祝福します結論を結びたいと思います結論的にですね主と共に嘆く信徒が神様の印を受けることができます 主と共に嘆く,嘆く者たちが神様の印を受けることができます。罪というのは想像されたこの世の中を破壊させるものであります。秩序が乱れてですね、神様の嘆きが出てくるわけです。世の中ではもっともっと罪を犯せと私たちに語っています。しかしそういう時に私たちは、ああ、面白いなと。 罪を犯そうとするのではなくその罪を見て嘆く信徒とならなければいけませんそういう信徒に神様は印を下さると語っていますエゼキエル9章4節にありますエゼキエル9章4節を見るとエゼキエルがバビロンに、えー、連れて行かれた時にですね、そのバビロンの姿連れて行かれる者たちの姿を見て嘆いているわけです悲しむわけです 私たち今この世の中で暮らしている堕落した世の中で暮らしている私たちと同じですエゼキエルに見せられたこの幻というものはですね神様の印を受ける者その印を受ける者たちはどのような人たちかというとエルサレムの中を巡りその中で行われているすべての憎むべきことに対して嘆き悲しむ人々の額に印をつけなさいと語っていますエゼキエル9章4節です世の中の中罪を見て そして神様の心を持って嘆く人、その人に印をつけなさいと語っているんですね。この印は何ですか黙示録9章4節を見ると、神様の印でありますね。神様の印を受けなければいけません。最後の時、この審判から救われると語っているわけです。この救いを受けるためには、印を受けるためには、神様の心を持って、 世の中の中罪を見ななながらら嘆くものとけななければいけません愛する皆さん私たちはこれから精霊の嘆きを聞き秘蔵物の嘆きを聞きまた私たち隣人と一人一人の嘆きを聞きながらその人たちにまた神様の御言葉を持って慰めてあげる。 人とならなければいけません。またこの世の中の罪を見て、神様の心を持って、嘆く者とならなければいけません。各自一人一人が、神様の印るしを受けて、世の中の世の終わりの時、最後まで守られて、救いを受ける皆さんとなることを、主の皆を持って、祝福いたします。祈ります。愛する地なる神様、今日も私たちの足をこのように導いてくださり、主の聖なる手術に、 教会に集い、霊土誠と思って礼拝を捧げることはできるよう導かれ心から感謝いたします。神様のこの埋めき、嘆きをしっかりと聞き入れることはできるよう導いてください。神様の恵みを私たちに与えてくださり、この世の中、罪のはびこる世の中で暮らす中で、いつも精霊の満たしがありますように。 精霊の嘆きのその取りなしがあるように導いてください。私たち、この苦しみから勝利し、神様の御前へと進み行くことができるように導いてください。また私たちの中に、また隣人の中で嘆き、苦しんでいる者がいるならば、御言葉を持って伝道しまた救い出すことができるよう祝福してください。彼らに イエス・キリストの恵みと愛を悟らせることができる、神道となることができるよう導いてください。また、父なる神様の心を持って、この世の中の姿を見ながら嘆き、悲しむ者となって、私たちの額に神様の印を受けて、世の終わりの時保護され、最後まで生き残る者として救いを受けることができるよう祝福してください。今日もあらゆる祈りの課題を持って神様の前に祈りました。 今日もこの時間、すべての祈りに応えてください。すべての祈りをどうか聞き入れ、私たちの中にあるすべての障害物が取り除かれて、私たちのすべての問題が解決される祝福が満たされることはできるよう、祝福してください。また、病気によって苦しんでいる信徒がいるでしょうか。どうか神様が一人一人に恵みを与えてください。 安守してくださり、癒してください。健康の回復をなすことができるよう導いてください。また心の中に平安と慰めが与えられますように、またすべての家族に神様の力と恵みが与えられるように祝福してください。どんなに苦しくても、私たちの魂は、私たちの霊は、大きな翼を広げて天に向かって歩むことができるよう導いてください。 最後まで私たちの信徒と共におられることを信じて感謝し、イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン